橋まさきです。先週5月19日は鹿児島県鹿児島市カフェダイニング日向さんでのライブ、そして5月20日は鹿児島県は伊佐市にあります京願寺さん、5月21日日曜日は同じく伊佐市にあります西福寺さんと3日間連続鹿児島県ライブをさせていただきました。貴重な機会をいただきました。そしてたくさんの皆さんにお世話になりまして本当に感謝しています。今日この番組では先週に引き続き2006年に制作した一発録音 CDR 究極というアルバムをお聴きいただきます。前半の5曲そして残り後半は4曲そして全9曲となります。2007年にファーストアルバムエクスプレソングが全国リリースとなりまして、でそれ以前に制作していた楽曲、そのファーストアルバムに収録されている楽曲がもうその当時にはできていて一発録音で作りましたというものが今回入ってます。まあ当時の勢いであったり熱い部分であったりも感じていただけたら嬉しいです。はい、ということでいきます。今日もギター一本晒しに巻いて FM リベール高橋正樹とけっぱって、この番組は旭川エルム駅前歯科クリスタルの提供でお送りします。最後までガツンとバイトでよろしく。0120098-118「奥歯いい歯」「君も白い歯」「奥歯いい歯」「奥歯いい歯」「エルム行けば君も白い歯」確かなものだったけど、アンダーパスを全速力でさっそうと走り駆け抜けていた。緑の街の風とともに河原で珊瑚缶握り見上げたあの日の夏花火、水面に映る光のように乱反射していた舌を心で僕はしたためよう。拙い文章だとは知りながら絆のような思いのもとに涙でもしがれ
ても分かってくださいなんて言わないから、あなたが僕に教えてくれた言葉をそのまま綴る僕をどうか笑ってください。何もないところから始まってきたんだから、何もないところからまた始めればいいじゃないか。ただでさえも青い空に邪魔をしていたはずなのに、時はいつも目まぐるしく見慣れた景色を塗り替えて、時代のせいだと誰が言えた、踏切だけが泣いていたよ。信号待ちの人並みは交差してはどこへ行くの、歩道橋の上からそっと街並みを確かめながら、心で僕はしたためよう、最初で最後のこの手紙、絆のような思いのもとに、涙でもしが滲んでいても分かってくださいなんて言わないから、あなたが僕に教えてくれた言葉をそのまんま綴る僕をどうか笑ってください。何もないところから始まってきたんだから、何もないところからまたもう一度、何もないところから始まってきたんだから、何もないところから、何もないところから始まってきたんだから、何もないところからまた始めればいいじゃないか。約束しよう。
しも私が遅れてしまったら、あなたはそこで待っていてほしい。たとえあなたが遅れてしまっても私は待っているから、ここで繋ぎ合った手ならば離さないと約束もらうでもなく、あげるでもない、ただ必要とし合えること、明日を照らして未来へ続く光、ならば離さないと約束しよう、離さないと約束しよう。決して忘れないさ、雨に打たれたこと、一人きりじゃないと歩き始めたじゃない、明かしたとも、愛するあなたの声、胸に聞こえていますか、
こで何をしようとも一人きりじゃないとまた歩き始めたじゃないか背中を押してくれた全ての人の力胸に生きていますか君の青空は君が描いてやれ確かめられた生き様を君の青空は君が描いてやれ明日が見えぬなら今を描けばいい決して変わらない想いない笑顔が北の散歩道を賑わせる頃だね時は公園でさ純毒食べたけ朝日橋から見た夕焼けは良かったね噴水のベンチは広すぎやしないかい自転車のサドルはまだ高いままかい曇りガラス窓に書いた君の名前から少しずつ一つ二つ滴ってゆく水滴が涙に見えそうで
僕は悔しくなって油性ペンで書いた。今ハートマーク書いた。古くなったスニーカー履くにはまだ早いからね。ストーブの灯油はまだちゃんとあるかい。105号室から聞こえては来ないかい。歌声とギターは聞こえては来ないかい。強がりの君だし泣き虫の君だし野沢さんのとこにはたまに顔を出しなよ。曇りガラス窓に書いた君の名前から少しずつ一つ二つ滴ってゆく水滴が涙に見えそうで僕は悔しくなって油性ペンで書いた。動き出した街に僕は一人この場所で4月21日の朝焼けを見ている。
今日も番組にお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。2006年自主制作一発録音 CDR 究極2週にわたってお送りしましたが、お楽しみいただけたでしょうか。今回オンエアした楽曲は背景札幌、手、伝言、ハートマークといった楽曲でした。まあ、今回改めて僕聞いてみると、ああ青いなって思うと同時に、あの当時の勢いっていうのはもっと上に上がっていくぞっていう部分が強くて、荒削りなんだけれどもその当時の本気だったんだろうなっていうことを感じます。今新しい楽曲をたくさん作ってきています。まあ、その当時に負けじ劣らず自分をさらに超えていこうっていう意識です。はい、今日5月26日は門別アリババ21さんでのライブ、そして5月27日土曜日は北見ライブハウス夕焼け祭りさんでステージです。ぜひ皆さんお誘いを合わせの上お越しください。よろしくお願いします。そして来週にはもう東北に向かいますから、もうバタバタですが心落ち着けて臨んでいきますよ。けっぱります。この番組は旭川エルム駅前歯科クリスタルの提供でお送りしました。また次回無事にお耳にかかりましょう。お相手は高橋正樹でした。また来週。バイバイ。